なんかあのおさんが、ね、ノートで書いてる記事についておつたけさんがツイッターでなんかその誰かがいやあの肝心なところになると有料,にな有料課金になっちゃってその先がいけないからやだみたいなこと言ってておつたけさんがそれに対してなん八百屋の例え使って八百屋でおいしい野菜があるって言ってじゃあその野菜を見ておいし,美味しいなと思って買おうと思ったらその野菜は有料ですって言って怒る人はいるんですかって文章も同じですみたいなこと言ってて。 あのこれね僕ねすごく面白い問題で僕なりにちょっと、うん、考え方整理したいなと思ってるんですけどあの僕はもうノートをやってるというかやってたんですよね加藤さんっていうねあの,あの模試ドラの編集者があの、まあ、独立してケイクスっていう、まあ、作ったわけですよでその初期の頃から僕はあの加藤さんからいろいろ面白い話聞いててでケイクスっていうのはあれかなよく考えたら売るのかな文章を最初から売るのかな。 ででノートは有料化も、えー、となんだっけ投げ銭とかもできてっていうんであのそこでそのマネいわゆるマネタイズっていうかね有料課金をするっていうことについてあの、まあ、いろんな考え方があるっていうのは分かるんですけどで僕自身の考え方っていうのはあんまりっていうかやりたくないんですよねその有料課金を。だからノートでもやってないし投げ銭でいくらか下さった方僕みたいな書き手でもいらして。 でそれなりにノートの方で溜まってんのかでも溜まって言ってもそんなにねそんなたくさんの額じゃないんですよ。なんだけど溜まっててそれ僕もノートの方に申請したらくれるのかなよく分かんないんだけどそのうんとまあでも課金はしないんですね僕は課金って意外とノートって簡単にできるんですよ。なんか課金ボタンみたいなのがあって僕は押したことないんですけど押すとなんか課金ができるみたいなんですけどなんで僕はその課金が嫌なのか嫌というかですね僕はやりたくないのかっていうとおそらく僕の場合は。 あの自分が例えばせっかく書いたことっていうのを多くの人に読んでもらいたいっていう人の方がなんかねあの強いんだと思いますモチベーションとして。で例えば僕も YouTube なんかもあの大した YouTube じゃないですけどなんで YouTube というものだと僕はやる気が出るのかというとあの多くの人がそれに触れられる誤配の可能性があるっていうんですかね。つまりあの東樹さん的にに言うと、えっと、そこに たたたまたま来た人がいてそれがその人がどの地域に住んでいるかとか何歳だとかどういうバックグラウンドの人とかそういうことに関係なく僕の言ってることの何かがその人に何かを伝える可能性があるっていう方がなんかそれによってお金をもらえるっていうことよりも大事なことのような気がしてる気がするんですよ僕の場合は。 だからあのマネタイズっていうかお金をかけ課金す、課金するってことについて僕はなんかすごく慎重というかですねやりたくないっていう気持ちが強い気がするんですつまり、えー、と何かで何がしかのお金をかける、まあ、もらうということよりもその僕の表現したことが誰かに伝わることの方に喜びを感じてるっていう、でこれきれい言ってるわけじゃなくてあのどうもそう思っているようなんです。はは広告が入るらしいですあの僕実はあの なんて言うんだっけプレミアムっていうのになってるんでなんでプレミアムになったかっていうとですね YouTube プレミアムにすると iPhone 使ってる時にえと画面消しても音が聞けるんですねだからラジオみたいな使い方できるんでちょっと重宝してましてえとプレミアムっていうのの会員になってるんですけどそうするとプレミアム会員だと他の YouTube 見ても広告が入んないんですよでえと僕はそうしてるんで広告がどういうの入ってるかって知らないんですけど僕の YouTube もねこれ,これをご覧になった方は広告入ってるかもしれないんですけど申し訳ございません でもそういういのだつまりいい広告入っててもそれは、えっと、僕が出したものを情報にアクセスするっていうことを妨げないじゃないですかだか誤配が起こりうるわけじゃないですかでその広告入るってのは YouTube っていうプラットフォームを維持するためにはこれ必要なことだっていうふうにも思ってるんですねもちろんだからノートとかケイクスもそのマネタイズの部分がなかったらあのプラットフォーム維持できないわけだから。 だからあの必要なことだとだだ思うんですよだからおつたけさんのようにちゃんと課金されてあの素晴らしい文章を届ける方っていうのもいないと困るだから僕はおつたけさんのやり方を全然批判するとかそういうことは全くなくてそういう方がいるからこそ「ノート」とか「ケイクス」っていうあのフォーマットをだおつたけさんのような形でその課金していい文章を書いてくださる方それからそ,のそれを、えー、と課金してくださる方がいるから。 ケイクスノートってプラットフォームは成り立ってるわけだからで YouTube もそうですよね YouTube もそうででその広告というものがあるからこそ YouTube っていうプラットフォームが成り立つ僕あのチャンさんだったかなその創業者の方が1 YouTube 立ち上げてから1年後かなんかに日本に来た時にあのあのちょっと短い時間30分か1時間かな話,さ話す機会があってその時今だと大金持ちになってると思うんですけどチャンさんね。 でその方がその時にチャンさんがそのいやー「YouTube グーグルの中では片身が狭いんだよー」とか言って「ないやしお金を儲けないからね」とか言ってたのすごい印象に残ってるんですけどそれから年月が経って今 YouTube はおそらくかなり稼いでらしゃると思うんですよ。でもやっぱりそうやって本社だと経済的になってたないからねだからこの経済的に成り立つかどうかってこととその誤配というかその情報が自由に広がっていくかっていう問題の間に難しいバランスがあってで僕はだからその。 YouTube の広告が入るってことについては、まあ、僕的には許容できるバランスなのかなとかあるんですよねで僕はそういうことがあんまり好きじゃないあと僕はオンラインサロンをやらない理由も僕はオンラインサロンの中で何かひ伝えるじゃないですかでその時にあのその情報がが広く伝わる方かか嬉しいと僕は思うからなんですだけどオンラインサロンっていうプラットフォーム自体はひょっとしたら あったら楽しいのかなとは思うんだけどあのでも聞きなんかオンラインサロンって僕西野さんか誰かに聞いたんだっけなだったら Facebook のグループ機能っていうのは無料でできるからあのその課金とかそういうことなしにもし僕がコミュニティ作ろうと思ったら Facebook のグループ機能を使ってでいいのかなとか思ってるんですけどあんまり僕 Facebook のインターフェースが好きじゃないんですよね。 ななんか好きじゃない,んていうねルック,フィールが、ね、クラブハウスのインターフェースはすごい好きなんだけどフェイスブックごちゃごちゃしすぎててあんまり好きじゃなくて今のところそのグループ作るのをフェイスブックでやろうかっていうのに触手が動かない状態になってるんですけどまあそれはそうと。であのーえー、オタキングあの岡田敏夫さんがあの西野さんの、えー、とプペルを、えー、なんかあの無料で。 公開したた方がいいいいんじゃななかみたいな動画を僕岡田とっきょうさんのですね YouTube は時々見るんですよあの山本一郎さんとか岡田としさんの YouTube は比較的見ることがあってあとひろゆきの,あのな本茶は長すぎてだからあの切り抜いてるやつあるじゃん「愛だものしそう談」の意外と聞いたりするその3人が僕日本人で聞くののあとそうかあのリエモンかその4人が日本人で聞くのの一番あれかなうん。 なんだけどそれであの、まあ、それでオタキングさんが「煙突マンションプペル」を無料で YouTube で公開したらえいんじゃないのって言ってたんですけど、まあ、でそのおおオタキングさんのえっとあれはなんかなんだっけないろんな理由なんだけどその、えっとえっと、日本のアカデミー賞にはなったんだけどアカデミー賞には、ね、ノミネートさえなかったからって言ったんだけど俺ねそれオタキングさんの勘違いな可能性あるのかな,かなと思ってそのアカデミー賞ノミネートはえアメリカ国内での 公開日が基準にななななるかかかららこれんんじゃないかなとと思うんだけどあのプッペルの場合はちょっとかんない僕ちょっとそこら辺ちゃんと調べてないんだけどアメリカ国内で劇場でもいいから公開されたらアカデミー賞の長編アニメーションのノミネートの権利を得るんですよねだからこれからなんじゃないかなと思ってまあまあいいやそれは置いといてあの言いたいことは分かんないですよ太田キングさんの,その西野さんってあの絵本とかも無料で公開してきましたよね。 でそ,れそれは西野さんの場合いろいろマネタイズとかビジネスのモデルの賢い考え方があると思うんだけどやっぱりその多くの人に知られることの喜びっていう方を,を優先するっていうのは比較的僕は分かる考え方でうまくそのお金が回るんならばだから例えば PPAP なんかそうですよね PPAP もそうだしそれから多くの例えばあのそうだなあれもそうですよねカンナムサイ,も,ガンムイもそうですよね、y えー、とサイさんの。 だからそういうい YouTube で多くの人に見てもらえるっていうことの喜びの方が結果としてお金をあの短期間に儲けるってことよりも良かったりするしまた YouTube ってそれこそどうそんな長い映画の場合には広告ってどうなるのかな広告収入ってそれなりの収入はあるかもしれないからあのそのマネタイズって意味においても YouTube で無料公開っていうのもあるかもしれないですよね。 まあそれより悪いシナリオはネットフリックスとかに売るってこととですかかねネッットフリックスとかだと一気にその世界中の人見てもらえるから結局なんか僕はあのその、えっと、なんかねそのこ,のこの問題って多くの場合岡田さんの話もそうだったんだけど、えっと、なんかその無料公開するかしないかってことって多くの場合はそのマネタイズというかビジネスの分岐で語られることが比較的多いような印象があるんですけど僕はあの。 むしろ自分の表現したものが多くの人に見てもらえる喜びっていうことの方がひょっとしたらより根源的なのかなと思ったりもするんですよ。あの例えばさ極端な話あのあのなんだろうな本をね書いてでその本をなんかちょっとノルマ的に1人100冊買うみたいな組織的な行動があったとするじゃん。で部数とし発行部数としてはなんか300万部になったんだけど。 いや、事実は3万人しか読んでませんよ。みたいな本をね。3万人しか読んでないっていう状態よりも、あのそのまあ、ネット上で。例えば何かが無料で公開されて,いて、それを300万人の人が見てくれた。でも、それはマネタイズはしてません。っていう方が脳にとってのなんか喜びな快感なんじゃないかなって感じがして、僕はならないんですよ。だからあのお金って大事なんですけど、あの逆に言うとね。僕よく経験するのはその。 ものすすごくお金持ちななんんだけど、文化的に満たされてていい人ってよくいるんですよ。るでつまりあのすごくあのお金は儲けてるんだけど何か満たされなくていろいろ美術品買ったりとか自分もなんか文化的なことをやりたいと思ったりとかつまりお金を持ってるっていうこととその文化的に影響を与えるインフルエンスを与えるってことは人間の欲望としてはちょっと違うもので。 そのいくらお金を持っててもその文化的にインフルエンスを与えるっていう欲望を満たされないとあの浮かばれない人ってい人の世間にいるんですよねだそれだったら最初からあのそういうマネタイズとかそういうことよりもいかに自分の表現したことがせっかくね自分が表現したことが多くの人に伝わって影響を与えるかということを優先する方がいいこともあるのかなって僕は思うんでそういうことをねあのおつたけさんの,そのノートの課金の話とそれからその西野さんの。 プペルを無料公開したらいいんじゃないか？って言うと、その岡田さんのえとおたキングさんの youtube からちょっと考えたら次第でございます。で、僕はやっぱり、えー、マネタイズとかいうことよりもそれは大事なんだけど、何回も言うわけです。プラットフォームにとっても大事だし、経済行為としても大事なんだけど、それよりも僕は自分の表現したものが多くの方に伝わって、もしあるんだったらいい影響を与えるような道を選びたいなと思っているところでございます。以上でございます。 みんなで。